財布忘れたから戻る。やっぱり、うん、忘れ物はするよね。そうかい、すべては全部で詰まるんだけど。こんなところで、すげえ揺らしたわ。全然よくない。待ち。やべ。すぐに曲がれる。何これ。曲がってるか。折れてないか。折れてる？曲がってるか。空間だよこれ。じゃあ大丈夫？あ、これか。あー、立ちゴケは油断した時にやってきます。センコマさんのように気を緩まして速度が落ちてしまい、ハンドルを右に切っていたためにバイクは転倒いたしました。油断が原因です。もうそれ以上言いません。皆さんお気をつけてください。立ちゴケは油断した瞬間にやってきます。家に帰った時、ちょいと休憩した時、目的地に到着した時、あなたは油断します。その瞬間に立ちゴケというものがやってくるかもしれません。皆さんどうぞお気をつけをください。以上、センコナでした。またねー。